ロビー・ロバートソン、ジェイミー・ロイヤル・ロビー、ロバートソン、ハイメ・ロイヤル・ロビー・ロバートソン、OC、1943年7月5日台は、カナダのミュージシャン、シンガー・ソングライター、ザ・バンドのメンバーとして活動した後、1987年にソロデビューを果たす。オンタリオ州トロント生まれ、父はユダヤ人、母はモホーク族インディアン、幼い頃に、 プロの賭博人、ギャンブラーだった父親が、路上でタイヤを交換中に引き逃げされて死亡した。ロバートソンは、貧しい環境の中、母親の手で育てられる。7歳の時にギターを覚えあがてロックンロールに、熱中し地元のアマチュアバンドで、ファッツドミノなどの作品に触れる。1958年、ロニー・ホーキンスのバックバンドであるホークスに加入。はじめベースギターを担当したが、 二年後にリードギターに転校する。そのギタープレイは、ホーキンスをして、この子は天才だ。と言わしめたほどの早熟ぶりであった。ホークスは、その後、1965年に、ボブ・ディランのバックバンドとなる。1966年、ディランのアルバム、ブロンド、オン・ブロンドのレコーディングに参加。ディランから、その光栄的なサウンドによって、僕のナーバスな蝶に触らない。 唯一の数学的ギタリストとされた。1968年、ホークスはザ・バンドと改名して、ミュージック・フロム・ビッグ・ピンクを発表。ロビーはザ・バンドが1976年に解散するまでリードギターと曲作りに活躍し、バンドのリーダー的存在となり1975年には彼の作品ばかりからなる傑作、南十字星を発表した回評価を受ける。だが、 ロビーの家にこもる学級肌のライフスタイルは他のメンバーとの溝を深め、さらにはレコードの作品のクレジットにおいての問題やツアー、演奏継続の意見の相違などが絡んで、1976年11月のイベントラストワルツを最後にロビーはバンドを脱退する事態となる。この時ドラムスのリボンヘルムとは絶縁状態となった。ヘルムは 彼のバンドにおける役割は否定しない。彼は重要な触媒であり、ザバンドの音楽の歴史に重要な貢献をした。しかし、彼がなぜ、あんな風に全てを放り出さなくてはならなかったのか、僕は今になっても理解できない。トロビーを非難した。ザバンド解散後は、セッションギタリストや音楽プロデューサーとして活動。また、1980年公開の映画、 カーニーをプロデュースし、脚本制作に協力、俳優としても出演。同年、マーティン・スコセッシの監督映画、レイジングブルの音楽監督を務め、以後、ロバートソンは、スコセッシの監督作品で、たびたび音楽監督としてクレジットされる。1983年には、ザ・バンドが再結成されるが、不参加。1985年には、 トム・ペティザ・ハート・ブレイカーズのアルバムサザン・アクセンツに共同プロデューサーの一人としてクレジットされる。そして1987年にソロデビュー作ロビー・ロバートソン発表。同作はロビーとダニエル・ラノアがプロデュースを担当し U2 の全メンバーやピーター・ガブリエル、トニー・レヴィン、テリー・ボジオ等が参加した。1989年には坂本隆一、 ビューティにもゲスト参加。1987年、雑誌、ローリングストーム創刊20周年特別号で、ユダヤ系カナダ人とカナダ側も、ホーク族インディアンの根欠であることを明かし、同年発表のソロデビュー作、ロビー・ロバートンは、この羊について歌ったものであるとコメントした。それまでのロビーを取り巻く、音楽環境は裕福なユダヤ人社会であったため、 彼の育った環境は、極貧のインディアン社会である、私一人で活動しているわけではなかったから、個人的な思考で音楽性を変えるわけにいかなかったと述べている。以後、インディアンとしての音楽活動を強く打ち出すようになる。ソロ二作目の、ストーリービル、1991年は、ニューオーリンズ音楽からの影響を取り入れた作品で、ミーターズの全メンバーや、アーロン・ネビル。 ニール・ヤング等がゲスト参加。1994年、テレビ番組、ザ・ネイティブ・アメリカンズの音楽を担当し、サウンドトラックアルバムは、ロビー・ロバートソンザ・レッド・ロード・アンサンブル名義のアルバム、ネイティブ・アリカンとして発表された。同作は、インディアンの伝統音楽とテクノロジーを融合した音楽性で、チェロキー族のリタ・クー・リッチ等が参加。 1998年のアルバム、コンタクトフロムジアンダーワールドオブレッドボーイも、再びインディアンの伝統音楽に影響を受けた作品となった。リタク・ウリッチ、ジョアンネ・シャニン・ドーは後にニール・ヤング・等と共演する同い家族の女性歌手、等が参加。同アルバムに収録された、サクリファイスという曲は、インディアン権利団体、アメリカ・インディアン運動、AIM のメンバーで、無実の罪で、 終身系服役中のインディアン運動家、レナード・ペルティーへの電話によるメッセージを曲中に取り入れると実験的なものとなった。ロビーはこの曲についてこう述べている。私はライブパフォーマンスはしない。だが、スタジオ録音であっても人が人を巻き込むグルーヴ感のある音楽は作れると思ってる。2003年、カナダ、S Walk of Fame に名前が彫られる。同年、 ローリングストーン氏が選出した歴史上最も偉大な100人のギタリストでは78位。2011年の改訂版では第59位に選ばれている。また、2007年の歴史上最も歌唱評価されている25人のギタリストにおいては第20位に入っている。その後、2008年にはザバンドと共にグラミー賞特別功労賞を受賞。 2011年13年振りの新作 How to Become a Clear v o l a n t を発表。同アルバムにはエリッククラプトンが7曲でゲスト参加し、さらにスティーブウィウッド、ロバートランドルフ、トムモレロ、トレントレズナー等も参加した。同年5月にはカナダ勲章を授与されている。ソロアルバムロビー・ロバートソン自伝ザバンドの青春、現代テスティムに奥田裕子役 D.U. ブックス。 2018年9月28日、ISBN 978から48億6647万535を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。